時は令和。一見平和に見える山梨県、しかしその裏では人々を悲しませる電話詐欺がはびこっていた。富士山を望む閑静な住宅地に今日構える詐欺三家は、ごく普通の二世帯家族と思いきや、それは世を忍ぶ仮の姿。その正体は、豊富な知識によってご近所さんのピンチを救う電話詐欺見破りのプロフェッショナル。今こそ学ぼう手口、見破ろう電話詐欺。そういえば還付金の払い戻し詐欺が流行ってるらしいね。詐欺の手口はどんどん巧妙になるわね。さて今日も鈴木さんとこで将棋してくるかな。私も夕方のウォーキングに行ってくるわね。朝も行ったのにまた行くの？じゃあ私も夕飯の買い物に行こうかな。今日はもずくが15円。あ、高橋さん。銀行の窓口ではいけないから ATM で。ATM。はい、高橋ですが。私、市役所の厚生課の金暮れと申しますが、高橋花子さんはご在宅でしょうか？はい、私ですが。ご本人様ですね。実は保険料の払い戻し、つまり還付金があるのでご連絡したんですけれども。払い戻しですか？はい。高橋様が昨年払いすぎた分の医療費がありまして、そちらをお返ししたいのですが。まあそうなんですか。ただすでに何度か手続き書類を送付させていただいたのですが、手続きをまだされていないみたいですのでご連絡させていただきました。いや、書類ですか？そういったものはいただいてないと思いますが。おかしいですね。もしかすると違いがあったかもしれません。ただ手続き期限が今日までとなっておりますので、確認のお電話をさせていただいたのですが。今日中でないともらえなくなっちゃうんですか？そうなんですよ。ただ書類が届いていないということもありますので、今回のお電話で払い戻しをご希望されるということでしたら、こちらでお手続きを進めさせていただいてもよろしいでしょうか？ぜひ。そうしましたら、払い戻しは高橋様の銀行口座に振り込まれる形となりますので、こちらから銀行の方に連絡をさせていただきますね。高橋さんのご契約の銀行はどちらになりますでしょうか？はい、海銀行ですが。それでは海銀行に連絡しておきますね。後ほど銀行の担当者から高橋様にお電話がありますので、その先のお手続きは銀行の指示に従っていただいてよろしいでしょうか？期限が今日中となっておりますので、お電話がつながるようにお気をつけください。銀行から連絡があるんですね。わかりました。はい、それじゃ失礼します。はい、高橋ですが。あ、もしもし、私海銀行の阿久崎と申しますが、高橋花子さんでしょうか？はい、先ほど市役所の方から電話をいただきました。はい、そうなんですよ。実は払い戻しの期限が今日までとなっているのですが、
手続きの窓口がもう終わってしまっているんです。え、そうなんですか。 ATM でのお手続きでしたら今日の夕方5時まで大丈夫ですのでお急ぎください。高橋様のご自宅からですと北口支店の ATM が便利かと思います。よろしければ ATM に着いた時点で私にお電話いただければ操作方法をご案内いたしますよ。着きましたら次の番号にお電話ください。よろしいですか。090-3333。あ、 ATM が当たった。ああ、もしもし、着きましたけれど。そうしましたら、まずカードを入れ、残高照会をしてください。残高照会ですか？払い戻しが行われたことを確認するために必要ですので。はい、463万2450円です。わかりました。では次に振り込みのボタンを押してください。振り込みですか。こちらから高橋様の口座に払い戻し金を振り込む手続きですので振り込みで大丈夫です。はい、入れましたよ。次に支払い元の銀行をお伝えしますので選んでください。はい、入れました。それでは今から言う整理番号を入力してください。あ、でも口座番号って書いてありますよ。今回は払い戻し、つまり還付金の手続きですので画面は気にしないで大丈夫ですよ。はい、はい、押しました。では次の画面には2つ目の整理番号を入力してください。よろしいですか。9 9 8 5 2 0。はい、入れましたよ。はい、では最後に確認ボタンを押してください。ちょっと待った。ひとみちゃん。高橋さん、それ電話詐欺。あ、切れてる。危なかったですね。いや、でもお金を払えじゃなくって戻ってくるって言ってたわよ。それが還付金詐欺の手口なんですよ。市役所とか銀行から電話がかかってきたでしょ。私、市役所の厚生課の金暮れと申しますが。私、海銀行の悪崎と申しますが。なんでそれを。そうやって信用を得るのが電話詐欺の手口なんですよ。でもATM の使い方を教えてもらっていただけだし。 ATM で手続きするように言ったのも相手でしょ。 ATM でのお手続きでしたら今日の夕方5時まで大丈夫ですのでお急ぎください。はあ。そして整理番号を入力させられなかった。そういえば整理番号を入力してください。それ、詐欺グループの振込先の口座番号と騙し取る金額を入力させようとしていたのよ。そんな。でも、ゲトミちゃん、よくわかったわね。銀行が閉まってから急いで ATM を探している様子だったし、電話で ATM を操作させているときに銀行の人にバレないように無人の ATM に誘導するのも奴らの手口なのよ。高橋様のご自宅からですと北口支店の ATM が便利かと思います。電話で還付金の話は詐欺だからまずは一度電話を切って、うん、怪しかったら自分から市役所に確認してみましょう。
私もう少しで詐欺グループにお金を騙し取られるところだったのね。ありがとう、ひとみちゃん。周りに詳しい人がいてよかったわ。やめてよ。高橋さんも周りに詐欺で困っていそうな人がいたらぜひ助けてあげてね。電話をしながら ATM を操作している人がいたら要注意よ。ご近所でどんどん情報交換していきましょう。そうね。あ、情報交換といえば今日そこのスーパーもずくが15円で昼過ぎには売り切れちゃったのよ。そういえばお買い物忘れてた。ひとみちゃん、エコバッグ忘れてる。還付金 ATM では受け取れない。字余り。あなたは今回の詐欺の手口見破ることができましたか？還付金の電話詐欺ではお金が戻ってくると言って ATM を操作させ、巧みな話術で気づかないうちに第三者の口座に現金を振り込ませようとします。電話でお金の話が出たら詐欺を疑う。 ATM で還付金は受け取れない。公的機関の名前を出されても信用しない。以上のことに気をつけて電話詐欺を撃退しましょう。また犯人からの電話に出ない、犯人と話をしないという根本的な対策が行える電話機対策は非常に効果的です。留守番設定にする。非通知の電話は出ない、警戒する。防犯機能付き電話機、警告音声を発する機器の活用などの対策を行いましょう。皆さんが電話詐欺見破りのプロフェッショナルとなり、地域一丸となって電話詐欺を見破りましょう。